100円ショップで買った材料を使って切り箱のデコレーションをしていきたいと思います。今回買ったのは、こちらのビーズになります。これはダイソーさんの手芸品コーナーで売っていたものですが、ちょっと開けてみます。はい、こちらが小さめのビーズで、こちらが大きめのビーズ、両方よく見ると穴が開いてるんですけども、今回は穴に何か糸を通すとかはせずに、こういった作品ですね、この切り箱の蓋の部分にこのビーズを使って立体的な絵を描いていきたいと思います。まずこの板の上にこの模様を置きたい部分ですね、ここに木工用ボンドを先に塗っていきます。こんな感じで模様を置きたい部分に木工用ボンドが今塗れました。先に大きなビーズを貼っていきます。木工用ボンドの色が今真っ白なんですけれども、これ後で透明になりますので、ビーズの側面についちゃったりとかしてもあまり気にせず貼っていってください。ちょっとこういうはみ出したところにも貼りたいので木工用ボンドを追加します。ここ結構木工用ボンドがはみ出してこの白く見えてるんですけど、これ全部後で透明になるのでそんなに気にしなくても大丈夫です。はい、まだ何も乗ってない部分にこの小さなビーズを貼っていきます。このような感じに上からこう振りかけるような感じで、はみ出たのはあんまり気にせずに、とにかくこの木工用ボンドの上に、振りかけるように上から貼っていってください。でこぼれちゃった部分は後で掃除すればいいのであまり気にしないでください。はい、この小さなビーズなんですけど、できるだけ後でこう取れないようにギュッと密着させたいので、ちょっと指で押さえて木工用ボンドになじませてあげるというか、めり込ます感じでポンポンポンと指で押さえてあげると後で取れにくくなります。しっかりくっついてくれます。こういうところにはみ出たビーズは後で落ちちゃいますので、ちょっと一回こうやって、はい、はい、ということでビーズを貼る作業が終わりました。この作品は木工用ボンドを最初に結構厚めに塗ったので、ゆっくりできれば丸1日以上しっかり乾かして完成させてあげてください。しっかり乾くとこのような仕上がりになります。